そこがね、一番なんかちょっと凝り固まってる感じがするんですよ、はい、私。はい。それはなんかあの以前不調があって見てもらったりしたってことですか？そう。でもその時も整体で、なんか足右足を持ち上げて肩に乗せてゴキみたいな。ああ。それで良くなったんですね、その時は。はい。ああでもあい本当にじわじわ、はい、こう。血が流れてる感じというか、はい、体が暖かくなっていく感じが分かりますよね、はい、いいですか、はい、ここが痒くて、よし、すいません痒くなっちゃいました。来てますね、はい、分かりますね、自分で、はいはい、今、左の手の下が痛いです、はいはい、あ、なるほど、結構でも、あれですね、かなりじゃあ、まあ、いろいろあるっていうか、はい、今までにも結構その体つらいっていうことは多かったんですね。そうですね、割と、なんだか、はい、こう私も中高の時、中学生高校生の時に、バリッバリもう運動部だったんで、常に運動してたんで、はいはい、もうその時はいいじゃないですか、はい、だからもう結果的に、はい、例えば30代になって、はい、なんか運動しなくても体力あるだろうっていう過信をしてしまっていて、はい、逆ですよね、逆に吹奏楽部入っとけばよかった。あの、まあ、そうですね。いいところ悪いところあるんですけど、やっぱりその後の管理とかが難しいとかいうのはありますよね。うん、ハードな運動が当たり前になっている生活からないっていうのになっちゃうと、うちょっといろいろ自分ではできるっていう気持ちもあったり、なんかもなんかしなくていいや的な感じでね。あるけどやっぱ日々のストレッチは大事ですよね。あ、まあそうですね。ちょっとぐらい。そうですね。体をその、まあ、ケアするというか自分でチェックするとか、うん、いたわるとか。それでも週1は、はい、あの水泳というか1キロぐらい泳いでるんですよ。あ、そうなんですね。だけどやっぱ泳ぐだけじゃダメですね。やっぱそのものストレッチというか。やっぱちょっとたまにはこんなんやってもらうの必要ですよね。あ、そうですね。全然違うもん、やっぱ人からやってもらうのと。そうですね。自分でストレッチするのって限界があるじゃないですか。そうですね。体の冷えには悩んでないですか？じゃないと思うんですけど、はい、冬は寒いですよね。うん、夏は暑いですよね。あ、そうですね。手足が冷えるとかいう感じはない。逆に、はい、暑いです。あ、暑いんですね。はい、ほてりやすいですか？だと思います。あ、これ全部つながってるから、はい、首とかもやった方がいいってことですね。腰が痛いけど。そうですね。どちらかというと、頸椎の問題がいろいろな場所に出るっていうふうに考え、頸椎って今触ってる、首の骨ですね。はい。そうなんだ。うんうん、じゃあ、はい、首を回しとけばいいですか？いや、あんまり回すっていうのは良くないですね。そうなんだ、はい、ちょっとこれでチェックもう一回しますね、はい、揺らした状態で、はい、で、ここですね、さっきで見たよりもほぼ揃ってますね。こんなこうやってやった時に同じとこでトップがある。さっきこういう感じだったですよね、うんうん、今ここに来てるので、はい、分かる、はい、はい、ってなっていて、うん、足あったかいですね。うん、はい、暑いね。あ、本当だ。来ましたね。面白いですね、これ。すごい。はい。ここも揃っていて、肩甲骨の方ですね。うん、で、肩甲骨の方も、まあ、ほぼ揃っているので、はい。うん、はい、ですね。なんで、まあ、この、ああ、全然、はい、
平均的。そうですね。平均的両方に、まあ、下げやすく、うんうんうん。痛くもないし。痛くもないし。腰は痛いんですよ。はいはいはい、はい。腰は痛いけど、はい、今、さっき肩やってもらった時、痛かったです。違って全然。うんうん、で、あとここ、押しただけで、さっきこれで痛いと思ったんですよ。うんうんうん、あ、ここはどうですか？そんなに。この痛みはもう。ちょっと痛いかな。はい。最初に比べたら、この辺の痛みも和らいでますかね。うんうん、はい。で肩見ます。はい。はい。はい、同じようにやってますけれども、あ、全然どうでしょう。気持ちいいわ。さっきめちゃくちゃ痛くて、はいはい、なんだ、なんかムカつかれてんのかと思ったけど、今も、はい、気持ちいいですわ。そうですね。そんなに左右差もないですよね。はいはい、首も見ますね。はい、はい、ここと、あ、まあ、あ、はいはいはい。違いますね。うんうんうん、さっきも痛いってはっきり言ってたんですけど、ここがちょっと痛いかな、ちょっと痛いかなぐらいですね、うんうん、あのゴリンって感じがなくなってるので、はい、すごい、はい、速攻性がありますね。そうですね。そういうあのこれ実はあの私がやってるわけじゃないので、はい、そんなに言われないんですけど、なかなかすごい技術だと思います。本当ですね。はい、ではじゃあちょっと緩んできてもいるかと思うので、はい、背中やっていきます。お願いします、はい、お辛くないですか？大丈夫です。はい、あ、そこ、あ、きつかったりなんか怖い感じあったらおっしゃってください。はい、あ、痛い。腰がやっぱりね、はい、バキバキ感があります。はい、ちょっと電気押していけますね、はい。腰張ってる時って、はい、お尻の筋肉にも凝りがあるんですよ。それをやられると、はい、この尾てい骨の上が響きますね。はい、あ、痛い、うん、あ、すごい痛いとこありました。うん、こっち、うん、はい、あの尾てい骨の上が痛い。はい、結構やっぱり無理してやってきましたかね、こうごまかしごまかしじゃないですけど。あ、そうですね、なんか、はい、温めればいいやっていうのがあって、はい、常に湯船に入るようにはしてるんですけど、はい、あ、はい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 、シャワーじゃなく、うーん、だけどダメですね、やっぱストレッチとかちょっと見ててですね、このサイドもすごい痛い。やばいですね。はい、やばい感じですね。はい。やってきますね。はい。はい、あ、叩く感じだと、多分その指で押される怖さだったりとか、きつさは相当ないと思うんですけど。それで響きますね。そうですね。これ逆に、はい、お尻の方に響きます、ね。ああ、なるほど、こっちが。はい。そうですね。関連するところに響きは出ますが、それはあの、まあ、言い換えれば効いてる証拠っていうか、はい、不快な感じじゃなければ、不快っていうか、はい、腰がバキバキ感がより浮き出てきてる、はい、ああ、それに対してちょっと嫌な感じがあります。苦手な感じとか怖いとか、なんかでも、ああ、あの、はい、怠ってきた結果だなあ。来たこれっていう、あ、はい、あ、じゃあ OK です、いいやつです。で、はい、普通、はいはい、私は、ね、はい、冬場にこういう風になるケースが多いんですよ。はい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 、腰痛持ちなんですけど、はいはいはい、元々冬だとやっぱ寒いし、うん、あんまり動かないじゃないですか、はいはい、だからこういう腰バキバキ感になる感じがあるんですけど、うんうんうん、夏になるって割と珍しいんですよ。はい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 、全然動けねえや。来てる来てる、いてててて、はい、背中からお尻の尾てい骨あたりまで、うんうん、はい、今鉄の板つけてるみたいな感じ。ああ、なるほどな